そこの人間、死にたくなければどけ。程度の血統種、異邦人の力を借りずとも我が機械兵が倒してみせる。よし、一つやったぞ。そこの傭兵、首の一本は仕留めた。今のうちにとどめよう。大事ない。我が身のことはいい。それより機械兵の回収を急がせよ。あ、はい。しかし自ら機械兵を操られるなど、
ょうがないだろう。血統師は突然現れたんだ。もし注意を引かなければ通り沿いの住民が餌食になったはず。ところでレイ、この者たちは？選ばれし者とその仲間でございます。当主様がお会いになるとおっしゃっていたあの者です。何？では異邦人か。なんだそうか、道理で強いわけだ。ほっとしたぞ。うちの機械兵は野良の傭兵に劣るのかと落ち込むところだった。不測の事態とはいえ巻き込んで悪かった。しかし代わりに準決勝を手に入れたんだ。行きがけの打賃と思ってくれ。では早速我があばら屋へと案内しよう。異邦の者よ、はるばるよく来た。我が名はアルム、紹介を営むメデル家の当代だ。見知りおけ、互いに運命を共にするかもしれぬ相手だ。よし、当主様。
お疲れ。お疲れちゃん。やあ。お帰りなさい。
じゃね。Thank you.
それでは。
えい、
Thank you.
Ha ha ha.